らの魅力伝えたいエレラルト行くプチ田舎小平探検ツアーすいませんね、はい、遊んじゃってちょっとね、はい、はい、というわけでどうも夏は騎兵図書館で涼んでました。そうです、エレラルトです。よろしくお願いします。はい、どうもエレラルトの福田です。こんにちは。はい、お願いします。はい、はい、今回はですね、はい、小平のグリーンロード沿い、西武新宿線小平駅と花小根駅の間にある小平ふるさと村に来てます。はい、はい、ついね、童心に帰っちゃってね、確かに遊んじゃいましたけども、はい、ここはね、江戸時代から明治時代の建物を集めて復元しているところという風なんですね。はい、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 こちらの方にね、農家の家もありますから、はい、ちょっと入ってみましょう。はい、行ってみましょう。行ってきます。あ、いいですね。はい、カラスね、うん、あ、こういう感じなんですね。昔そのままでね、はい、あちらの方にいろりなんかもありまして、すごい、いい炊いて、本物の火だ。これいい匂いしますよ、この炭の。いや、それ暑いですよ、もちろん。はい、はい、というわけでね、ここではね、はい、いろんなね、小平の特産品や、うん、手打ちうどん、はい、家庭うどんというね、手打ちうどんも食べられたりしますんで、ぜひね、こちらの小平ふるさと村、はい、ホームページチェックして来てみてください。はい、というわけで、今回の小平の魅力伝えたい、エレラルト行くプチ田舎小平探検ツアーは小平ふるさと村からお送りしました。はい、さよならー。